楽天の CM にね出ることになって、俺がみたいな、いや本当流れてるなと思ってね、まさか新宿駅のねあそこで、こんなことが起こるなんて思ってなかったし、いろんなものが消えていって揺らいでいってなくなってしまってっていう中で、それでも今あえて、まあ、それでもあの伝説のライブが今蘇る。